こんにちは今日はショップを開店しました。こちらお話ししていきます。今回は王の言葉を使ってショップのご紹介です。スズリというショップに開店しました。ずっと王の思考を言葉にして物販したいと思っていたので念願のショップ開店です。試しに いくつか作りました。マグカップにファイル T シャツに巾着やバッグなど T シャツは色が選べますピンクもあるので見て楽しんでくださいデジタルコンテンツの販売もできるので電子書籍の書式を利用して 解説本を作りました無料のダウンロードとしましたので登録・ダウンロードをして楽しんでくださいしばらく夢中になりそうなのでグッズは増えていきます写真の使い方も学びながらあなたの心に響く一品を作りたいです 目で見て楽しむというのが大野志向です。日々、その思考に引っ張られるので、手元に置いて自分の調整に使ってください。また、無料のダウンロードも増やして、グッズの説明もしますので、合わせてご利用ください。はい、こちら今日はお話ししていきます。やっと、念願のグッズ販売。 手が届きました。これ、前から作ることはできたみたいなんですが、心がわさわさと誕生日前で落ち着かなかったので、届かなかったということですかね。誕生日来てガラッと変わりました。かあ動画も毎日のように上がってますよね。これも変化の一つです。 ま降りてくるものが多すぎて表現しきれないといった感じですね。で、グツで表現しようと思ったのはもう王の思考です。で、王の時代の食の十か条とあの理想の父十か条を挙げてみました。あと、集中したい人あの。自分が集中してるのに声かけられちゃうとかね。 周りが全然気づいてくれないで声かけて集中が切れちゃうという人また中途半端に声かけられたくないという人はねあの集中100%ホットケーっていう T シャツ作りましたこれちょっと面白いです背中に本当はねやりたかったんだけど前と後ろにこのホットケーが書かれてたらうざいですよね 一応前、前を本当はなくして後ろだけにしたかったんですけど、なんか技術的にできなかったんですね。まあ、ちっちゃく何かにして後ろだけに大きくやればよかったのかもしれないんですが、まあ、ここは要研究です。で、今回アップしたのはまず、王の時代、食の十か所。ここのところ、職業についてお話ししてきたので、職業、どんな職業にね、 ついたらいいのかというのを10箇条にまとめてみましたえ。楽で楽しくあれ。1、楽で楽しくあれ。2、お金より時間が大切。3、依存より自立せよ。4、自分の心を守る。5、上下より対等に接する。 6自分の役割を探す7自己犠牲はしない8ひいきされよう9学べる職場を選ぶ10嫌なことを嫌と言える職場を作る、まあ、こちらをマグカップやファイルにして置きました。でこれ 今回これを作った理由はやはり職場って人生の半分を占めるじゃないですか寝てるのは3分の1プライベートが3分の1職場は3分の1なのですが寝てるところって自分で何かできるわけじゃないですよね一切自分がコントロールできないのが寝てる瞬間なので コントロールできるのは仕事してるかえプライベートかのどちらかで2分の1に感じますねこの2分の1の時間をより楽しく自分に有意義な空間にしようというのが目的でこの10か条を挙げましたでここのところね依存,よ依存からの自立というね話動画を上げていたりえ対等とかね 上下関係よりも対等になっていきますよとか、役割、まあ能力、スキルを言い換えると役割という言葉なので、役割を探せとかね。あと、ひいき。ひいきされますよ。どういう人がひいきされるかなっていうお話も動画で撮りました。で、学べる職場。もこれもね、動画上げたばっかりです。 学べることがあるというのは就職する条件ですよって話しましたね。で嫌なことを嫌と言える職場を作る。これはもう究極ですよね。就職したばっかりで嫌と言えるのかというね不安はありますが、まあ、長く勤めてる人は嫌なことをねみんなが嫌だ。だどうしたらいいだろう。嫌なことをどう改善していったらいいんだろうということを。 話し合ってほしいという意味で、この10カ所を作ってみました。まあ、白い普通のね、縦,縦にポコッという、ちょっと多めに飲み物の入るあのマグカップですけど、私これ大好きなんですね、このタイプ。でこれと、あとタンブラー、タンブラーはなかったですね。えっと、 ガラスのカップがありましたねガラスのカップも良かったです。でこれから夏なんでね氷入れて飲むのにいいなと思って作りました。でポチポチあちこち押すといろんなところに飛ぶのでポチポチを押してね いろいろ見てください。食の方はウコン、桜を一緒に乗せました。巾着とかエコバッグとかね。あの、ショッピングショルダーバッグ。作った覚えはないんですが、触っちゃったら作られてましたね。こんなショッピングバッグ誰が持って歩くのよって内心を持ってるんですが、まあまあまあ、うん、笑って許してっていう世界ですね。 色は選べます。ナチュラルとかね。黒とかね。<laughs> オリーブ。<laughs> オリーブって面白いですね。<laughs> 黒い文字で桜が浮いて見えますね。まあ、こういったものでしばらく遊びたいと思います。何か言葉でね、グッズ作ってほしいものがあったら、ぜひぜひコメントください。で こっそり猫の手を出そうかなとかね猫の耳を出そうかなとかこっそり思ってるんですが <laughs> まあどんな図柄になるのか図案になるのかは不明です花を散々とってきたのでちょっと綺麗なお花に関しては壁紙とかねなんかいろいろなものが作れるのでデジタルコンテンツでも上げてみようと思っています 今日はショップ解説皆さんにご紹介させていただきました。まだね。